ジャンプでありました成瀬です。お客さんお喜び、田村清志選手の入場です。いつものように新潟のファンの皆さんにゆっくりと頭を下げていきます。向こう上面からも声援が飛び交います。田村、そして北側のお客さん、第6試合ランキング戦30分一本勝負を行います。青コーナー173センチ、96.7キログラム、ランキング8位、トーナメント21チャンピオン、リンジャパン、成瀬正幸。赤コーナー、180センチ、87キログラム、ランキング1位、リンジャパン、田村清。さあリングス、この新潟でのラストの試合になります。ランキング戦、1位の田村清志対8位の成瀬正幸の試合はなんと初対戦。さあどういった展開になるんでしょうか。両者の表情ですけども、どう見ました。そうですね、まあ、特にやはり成瀬選手のですね、その気合の入り方、はい、これは半端じゃないですね、はい、だから成瀬選手、とにかく今回の試合に向けてですね、もう本当この試合に向けてあの自分のレベルをマックスに持ってくると、はい、言ってました通り、まあ、試合前に聞いたところもバッチリ持ってくれたと、うん、コンディションは万全だって言ってますからね。さあ試合が始まりました。その成瀬正幸選手は前回の横浜アリーナは試合が組まれていませんでしたので、2ヶ月の調整の期間があったと言っています。この試合前、いいですね、重さそれから速さ十分であります田村清志。2人は初対戦、体重差は成瀬が重く 9.7 キロですから、およそ10キロ成瀬が上回っています。この2ヶ月の間に2キロオーバー、はい、体重が増えたということですね、まあ、それは意図的に増やしたのではなく、はい、その練習している順に自然に増えたと、ね、そうですね。横一線の状態のこのジャパンゼロの中から頭一つ出るためにも今日の試合勝ちたいですと成瀬正幸言っています。また出ました左ミドル、今あの肘で軽くブロックしましたね、成瀬選手が。右の政権ちょうど溝落ちのあたり、1分です、1分です、1分です。至近距離のキックになります。今度は右、このキックはどうなんですか。あれ聞きますよ、完全にムエタイ式の膝蹴りです ね、あの外から回すという。田村選手はいろいろな技を、ね、研究してますからね。
というかですね、このグラウンドのあるそのこういう格闘技でですね、はい、ああいった膝蹴りを出すっていうのはもうよっぽどグラウンドに自信がないといけないですよ。あそうですか、形になってしまうもういくらでもテイクダウンされる恐れがあるわけですよね、なるほどね。グラウンドのその自信への裏付けという今のキック十分なコンディションを整える時間がありました。その通りできたという成瀬は、まあ、試合の内容はやってみないと分かりませんよと、はい、ゴングを待つだけですと言っていましたが、すでにそのゴングが鳴らされて試合が始まっています。本当にあの成瀬選手試合、ま、あの試合の、ま、1ヶ月前にインタビューした時にはですね、はい、そのこのリングゴングが鳴ればその1匹の獣となってその自分でも正義が効かないぐらいの、うん感じでいくって言ったんですけどね、はい、まあ、ただその試合前にあの山本義久選手の方にですね、どうなるかってあの聞いたんですけども、意外とじっくり攻めるんじゃないかと、言ってましたね。これはその展開は意外と当たっているのかもしれませんね。ただですね、はい、あの田村選手の方にですね、はい、どっちがいいかって言ったらですね、じっくり攻めてきてくれた方がやりやすいって言ったんだね。そうですか、はい、さあまだそれを語るには早い時間帯でありますが、まだ3分に達していません。まあ、この新潟が終わりますと次回は横浜で文化体育館で大会がありますが、そこでは田村はですね、山本義久と戦うことがすでに決定しています。3分です。高カード目白押しのリングスであります。特にこのジャパン絡みの対戦がこれからどんどん出てきますから ね、 そうですね、やはりジャパン絡み、まず特に田村選手絡みの試合ですね、ちょっと楽しみですね。横浜にはあの高坂選手も帰ってきますし、非常に楽しみでありますが、その前にこのまず気になる試合の行方であります。掴めません。今掴もうとしました。すみませんね、はい、今度キャッチしました。そしてテイクダウン。ここからあの田村選手のこのガードをどうやって崩すかですね、はい、非常に面白いポイントであります。足を自分の股の中に入れていきます。成瀬、うまく後ろになりました。うまくなったというよりも後ろに行きました。どうですか、スリーパーか。いや、スリーパーいきますね。スリーパーいきますね。上にかぶさりまして、そのままスリーパーまだ入っていないようです。4分です。今ようやく状態が起きてきました。この辺は十字もいけるんでね、はい、はい、田村選手があの腕をあまりあこうついてる手を伸ばすぎると危ないですよ。あ、はい、取れませんね、首にいきません。体が返りました。これはマウントですよね。そうですね、はい、両足またがっています。マウントポジションです。うつ伏せの状態から、さあスリーパーか。いや、まだかかっていません。半身の体勢で防ぎます。スリーパー狙い、アームはなかなか硬い田村清志です。成瀬が勝ちますと当然ランキングは1位に跳ね上がります。成瀬選手かなりねちっこくいってますね、トーナメント21のチャンピオン、まあ、今日の計量ですと 96.7 キロですから、そのベルトの、ね試合はできないんですけれども、まあ、あの防衛戦でない限りはその減量する必要ないからと言ってましたけどね、はい、スタンディングのアキレスは完全に入ってない、引きずっただけです。ネチネチいってますね、やっぱり ね、はい、山本選手さすが同期であります。読んだだけあります。それが立っています。これどういう対戦に持っていきたいんでしょうか。あの仰向けでしたんでしょうね、選手の方今起こそうという、ねはい、動きがありました。仰向けにしてそのマウントポジションからその狙いたいのか、もしくはこのバックのポジションですね、はい、からあのスリーパーか、もしくは腕十字を狙うのかと。田村が動きが止まっています。田村の最近は前回の横浜アリーナ、前田選手のリングス引退の試合のリングでは坂田渡選手と戦っています。腕試技で勝利しました。その前が30分高坂選手とランキング戦戦い抜きまして時間切れ引き分けという最低でした。あの試合すごかったですからね。
その高坂は現在アメリカです。その前にタリエルとそのタイトルマッチを行いまして王座が移動しています。今現在その王座からランキング1位に降りている田村清であります。この1位をキープしておきたいところです。しかし成瀬選手もですね、はい、今リングスの中ではもう試合数ナンバーワンなんですね。そうですよね、実はちょっとだけキャリア積んでますからね、はい、もう一筋縄でいけないでしょうね。7分です。7分経過です。7分です。なかなか崩せないですね、やはり。田村選手は今のところ防御一辺倒という形ですね。そうです、さあいつこの朱から孔に変わっていくんでしょうか。田村が上になりました。30です。これ確か前回の坂田渡戦も前半こういう動きがしばらく続きましたよね。グラウンドでじっくりと対戦するという動きがありました。後半かなり正から動に動くという動きがありましたが、それにちょっと似たものがあります。これ田村が中央に行ってるんですか。行ってますね。ポジションをね、押していきましたよね。田村が動き全体のコントロールをしているようです。ただやはり成瀬選手の両足ですね、はい、このガードポジションをまず崩さないと、攻められないですからね。あ、いえ、もう抜けてきますね、はいはい、横になります。ハーフガードになってますね、はいはい、これはやっぱりああやって抑えて自分の足を抜くというのがいい抜き方ですかね。はい、抜けませんね。抜けずに逆に頭の方を攻めているようです。正座の状態のままアキレスを取りました。9分です。成瀬選手もあれです、ね、上から最後までも確認したら攻めていきます ね、はい、抜けません。息遣いとマットがきしむ音、それだけ届いてきます。アームロックを嫌ったんでしょうか。抜きましたね、横丈の対策がありましたね。あと位置が悪いですね、随分コーナーに近いところです。田村が自分がロープを背負いました。マウントまたがります。10分経過です。この拳を押し付けます。10分が経過しました。この試合は30分一本勝負です。タイトルマッチあるいはこういったランキング戦、審議員が認めたものに関しては30分一本勝負になっています。抜け出ていきません。今田村選手は三角締めに入ろうとしたんですけども、もう抜けましたね。田村選手がこれは十字でじゃないですかね。それを腕取りに行ってますね、田村選手が。手首を掴んでいます、成瀬。この体勢が続きます。11分経過です。ストップ。ブレイクをかけました。同じ状態がしばらく続きましたのでここでブレイクです。さあこれでまた動きが、新たな動きが展開するかもしれません。あるいはまたグラウンドの展開に戻っていくか。1分30秒。
こちらには山本選手がついています。さあ改めてスタンドの状態でリスタートです。シャープな蹴りですね。とうとうバックブローはかわしています。組みに来ました。カードポジション今奈良選手狙い良かったんですけどね、田村選手のローに合わせてバックブローですね。ちょっと上にそれましたね。あましたね、三角締めです。下からん、まだ完全に取れていません。一瞬狙っていたんですが、ナルスがこれを防ぎました。また来ましたね。汚し音になります。三角締めと言いますと、田村選手がリングスデビュー2戦目ウィリー・ピータースを三角締めで下したことがありました。ヘイズマンも三角締めで倒しています。三角締めがフィニッシュホールドになったのはこの2度だけです。アクション。続いています。13分、スタンドの状態をと比べますとはるかに9対1ぐらいの割合になってますね。そうですね、1もないかもしれません。先行争いバックを取った田村選手返しました ね、 ね、さあこれどうしゅんでしょうか。腹の上に1回乗って横四方になりました。これは肩固め、いや違いますね、十字になってると思いますね。あ、そうですか、はい、今朝固めになります。元のポジションになりました。機械仕掛けの人形の位置ポンと同じ体勢に戻ってきます。14分です。これ奈良選手得意なんですよ。相手のマットを取った時に、相手の胸をドンとして、同時に両足を相手の 両脇に挟むんですね、で返すの得意なんですけどね、引っかからないですね、あれ田村選手。ずっていきます。中央に持っていきます。おい、今のは鳴瀬ですね。そうですね。ションおっと、一瞬で決まりそうな、そんな雰囲気があります。このまま締めていきます。田村あっとエスケープです。かなり苦しかったと思われます。成瀬正幸よく逃げました。あれでも十分タップする選手もいますでしょうからね。肩固めに入ってましたからね、もしかしたらあそこから腕式肘固めですね、はい、そういったものに行くかもしれないね、はい、前を置きます。つま先だけ抜けます。成瀬選手ちょっとガードが低くなってきましたね。おお、というのはまさかハイキックに狙いますよ田村選手。はい、政権をボディに持ってきました。完璧の状態ですが組み捨てます。田村そろそろスタンドも見たいですね。今15分が回って16分になろうというところです。ラウンドの展開がかなり続いています。ラスト4分です。ちょっ
下ですね、両者のセコンドからも立てっていう、ね、あの指示飛んでますね。そうですね、これも抜けます。ハーフガード、足首がのね、ガタムですね。膝十字か、膝十字です、膝十字ですね、膝十字に入りました。お、今動き声は一瞬上げました、成瀬正幸。うん、あ、ちょっと痛みましたか。痛みましたね、あの今田村選手は鳴った鳴ったって言ってましたけど、バキバキっと音がしたんでしょうね、受けた時に。膝十字に行ってかなり、これはちょっと無理かもしれませんね、動けなくなりました。裏裏裏裏膝前ですね、手伸ばしてね、かなりきつい入り方ですね。今バリッと、いや、あ、今オダレレフリーからもバリッとしたっていうのが、はい、ありましたね。あ、もうこれダメだったらもうストップ、ストップ、ちょっと待って、高橋さんという人体になるんですか。多分人体ですね、これはもうちょっとできないかもしれませんね。実際の人体のみたいなバキバキっていうのは音がしますからね、あ、そうですか、立ち上がりましたね。立てる、あ、シーンしております。山本選手あたりはやめた方がいいという指示を出してたんですけどね、田村選手の方もちょっとやめた方がいいという申し込みしましたね。不審運動できまして、歩けています。ちょっと無理してるのかもしれませんが、まあ、田村成選手としてはね、やっとこぎつけた田村選手ですからね。そうですね、この形で終わらせたくないでしょう。キックからミドルを掴んだ、倒すと同時に焦点を払っています成瀬。この辺は下高、そして一気に決めに行きます。長期戦は避けたいところです。エスケープを取りました。座禅動き始めます。成瀬は大丈夫なのか。大丈夫ですかね、はい、あまり無理をすると選手生命にも関わります。これはもう成瀬は長引かせたくないでしょうかね。エスケープ、エスケープ、成瀬の方がエスケープですね。3つ目になりました、ロストポイント。うん、ちょっと足がですね、重たくなってきましたね。今のもあえて出しているようなそんなキック。黒は外れた、完全に入り込んでまいりました。足をくじれています。スリーパー狙いか。スリーパーですね、スリーパー入りました。エスケープです、エスケープです。ポイントがどんどん動き始めます。成瀬4つ目、失礼しました。あ、今ちょっと本部席コールを誤ったようですね。これ30分一本勝負ですので、ね、はい、以前からお伝えしているような通常ルールです。おーっと、引きだ。今ダメに入ったじゃないですか。トラセさん、右服入りましたね。膝を打ち上げていきました。成瀬、田村はフックで返しています。鼻に入ってませんでした今。入りましたね、はい、うん、ここまでか、ここまでか、かなりきついんではないでしょうか。これ蹴りを決まっていきますが、タックルに行きました。これも成瀬選手も意地ですよね。ちょっと待ってください、残り時間1分と言ってますね。失礼しました。これも誤りであります。30分一本勝負で行われています。バックを取って成瀬、まあ、あの成瀬選手ですね、はい、試合前にですね、あれ、この試合はその自分の全人格とかですね、人間をかけた戦いなのと、やはりそこまでの思いをこの試合にぶつけてるわけですからね、やはりあの形では終わらせないという気持ち、もう本当に気力でやってるんでしょうね。なるほど、本当に本当は非常に危ない状態かもしれませんね、はい、これに対して田村はどう答えるか。田村はどうなんですか、いつもの動きがこれはできないでいるんですか。そのためです。止められてグラウンドがかなり多くなっています。うんと動きを見ます、田村が動きを見ています。
田村の足は絡まれています。はい、2人ともああいったですね、そのポジション取りはやはりもう熟知してますからね、あのポジションからちょっと厳しいかもしれないですね、やはり崩してからじゃないと。はい、そうなんですね。あ、ランキング戦2人は初対戦です。ナルセのエスケープポイントが5つになりました。はい、ナルセはもう一瞬のチャンスを狙ってますでしょうからね。そうですね、チャンスが来るのを待っています。んーとタイミングよく入れましたけれども、これダウンを取りました。和田レフリーがナルセの表情を見まして、これダウンを取っています。足の状態もあります。はい、あの右足を重心して回りましたからね、あのかなり体重がかかったんじゃないですかね。通算して7つ目のロスポイントになります。上半身取った、首を取ったんですが抜けた。田村、本当あの両足 両足で相手の両足を伸ばさなきゃいけないんですけども、田村選手がこうしっかり締めてるから伸びないですね。このこじ入れましたナルスが自分の足を伸ばして田村をベタッとという形に、ね、はい、させたいんですよね。田村の足を伸ばしてしまいたいんですけれども、これがなかなか田村の脇腹が足のところがなかなか強固で開きません。もしかも腕の力で起こしてもう片方の腕を差し込むという形ですね。今もフェイントをかけて腕をねじ込もうとしています。まあ、成瀬にしましたらこの一瞬のスリーパーが一番いい決め技かもしれませんね。そうですね、スリーパーに行きます、スリーパーに行きます。今まだフェイスロックの状態じゃないでしょうか。うん、取れてしまいました。グラウンドのまま試合が進んでいます。手元の時計ではまもなく23分になろうとしています。先ほどのですね、あのドクターが入った時間というのはこれ計算されていますでしょうか。途中経過のアナウンスメントを聞きたいと思います。首を絞っていきます。これで決まるかもしれない、これで決まるかもしれません。届かない、届かない、さらに絞ります。届きました、ようやく届きました。もうナルセはこう後がありません。いや、失礼、もう一つだけエスケープができます。しかしダウンはロストポイント2つ分ですのでダウンはできません。はい、ここをキャッチ、決めに行きます、決めに行きました。あと決まりました。最後アキレスでした。アキレスですね。23分33秒アキレス点が止めて田村選手が成瀬正幸を下しました。田村が成瀬を下しています。23分33秒、最後はアキレス腱固めによりまして田村が成瀬を下しました。今この田村のジェスチャーというのは当然会場に来たファンに向けて行われているものだと思いますが、どう取りますか。まあ、ポジとしては、ね、やはりちょっとごめんなさいみたいな感じだったりですね。まあ、やはり思うような試合ができなかったためか、それともその試合の時になる選手にその、ね、あの負傷を忘れるようなことしたからかもしれませんけどね。あ、でも惜しいですね、ちょっと、さっきの平方目は。そうですね、やっぱな、あのベストの状態で戦わせたかったですね、最後まで。はい、結局このランキング戦はランキングの変動はありません。1位の田村清が自分のランキング1位を守っています。成瀬正幸1位になることはできませんでした。長い試合終止符が打たれました。アクシデントもありましたが、お互いがグラウンドにおける全力を尽くしました。まだ田村は残っています。田村の方は鼻が折れたみたいですね、先ほどの膝蹴りで。あ、膝にやっぱ入ってましたよね、鼻が折れたか出れたかどっちかしましたね。そうですね、田村選手には珍しい、終わってからも四方のお客様に向かって礼を行いました。もしかしたらちょっと鼻のあたり曲がっているかもしれない。そうですね、鼻の尾骨をね、はい、尾骨をちょっと痛めているかもしれません。
まあ、両者怪我の中戦ったということになります。新潟で久しぶりに行われましたこのリングスの戦い、前田明選手はおりませんでしたが全6試合ありました。これはですね、ジャパン勢対決が注目された今大会でありますけれども、何かこうジャパン勢対決は似たような形になりましたね。そうですね、まあ、やはりすごいお互いのことはやはり知ってますからね、ああいったこうポジション取りの戦いになるとやはりちょっと攻めきれない部分はありますよね。攻めきれないのもありますね。新潟市体育館で行われました今大会でありますが、今終了のアナウンスメントが告げられました。さて、簡単に振り返ってみたいと思いますが、注目のそれではジャパン対決2試合、坂田対山本、どういう印象が今改めて残ってますでしょうか。うん、そうですね、やはりお互いの持ち味をやはり殺してしまった試合と言えるんじゃないですかね。やはりお互いやっぱすごい意識してると思うんですよ。その、はい、同じ体重であるということもありますし、やはりすごい意識してると思うんですね。それがちょっと逆の方に出ちゃったかなって感じしますよね。そうね、はい。で、今終わったばかりのランキング戦、田村対成瀬というのはどう捉えたらいいんでしょうか。そうですね、グランドのテクニック自体はですね、やはりかなり見応えあったと思うんですよね。はい、ただそれがお客さんに伝わるか伝わらないかはちょっと最初の疑問はありますね。はい、ただ成瀬選手ですね、途中で膝の下十字架がですね、はい、出場に入ってしまって靭帯痛めた、あれはちょっと残念というか、成瀬選手ちょっとかわいそうだなって感じしましたね。そうですね、ぜひまた良くなってからですね、改めて、そうですね、戦ってほしいですね、これはね。はい、それからやっぱり今大会タリエルの強さというのはまたまたなんか光りましたね。そうですね、前チャンピオンの田村選手曰く、そのタリエルですね、誰かジャパン勢が勝って、でそれ僕が挑戦したいと言ってたんですけども、ちょっと今日のタリエル見ると難しいかもしれませんね。長期政権に続きそうですね、これはね。わかりました。解説はゴン格闘技編集長熊久保秀樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは新潟市体育館よりお別れです。ごきげんよう、さよなら。